ンバーもいるじゃないですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやちょっといいね、風感じてんね。風感じてるよ。高速乗って、俺こうやってね、やべえ、ここにいっちゃうか、えぐいって、合流するよ。合流、うわ、オッケー、オッケー、オッケー、運転手さんオッケーよ。オッケー、うわー、すっげえ。クイズやんね、マジで。アメちゃんのクイズガチやろ。クイズやる、普通にオフで。スカイツリーの高い方の展望台は 450m なんだけど、あのそっから降りてくる非常階段があるんだけど、それ何段あるでしょう。はい、はい、634。違う、はい、違う、はい、はい、6634。あー、多すぎ。はい、はい、1200。違う、もうちょい多い、もうちょい多いって。はい、もうちょい多い、はい、はい、3330。あー、まあ近いけど、おー、惜しいね。はい、3000。あ、一番近い正解。え一番近い正解、一番近い正解。パニック、パニック、頑張れば正解出るよ。ちょっと待って、え、待って、クイズ初めて。初めて、結局初めての一番近い、一番近い正解。どういうこと。正解は2523だった。全然近いじゃん。おいおい、皆さん、まもなくレインボーブリッジです。レインボーブリッジ封鎖できます。これでレインボーブリッジ通るのすごいわ。やばい、クリア。うわ、怖え、なんか入った。怖、これ、あ、すごい、気持ちいい、これ届け、え、怖、怖い、怖い、怖い。はい、というわけで皆さん近づいてきました。次の目的地はお台場でございます。イエーイ。はい、まず一番最初に行くところはですね、私が選んだやついいんだよね。お台場の台場怪奇学校に行きたいなと思います。あれ、それって話だっけ。これはですね、まあ、ミッサーお化け屋敷が生まれた企画でございまして、せっかくからもう一回改めて行ってみたいなと思ってて、まあ、行くだけではつまらないので、あれ、あれやろうかなと思うんですけど、あれ、あれ、はい、まあ、2人入ってもらおうと思います今回は。で、1人は、もうすでに決まっております。決まってんだ。誰、はい、マジ、向井浩二だ。そうだよ、いや、もう山本さんは卒業。見る光すげえ嬉しそうだな。ちょっと俺普通に照るんやろうなと思って、えっ、やっぱこれはまだ今でどんどん引き継いできてるわけですから。入ったもん。そう、ここ入ってるんですよ、山本さん。なんで今回はまず、いつも2人とかで入るでしょ、今回は、まず向井浩二1人で入ってます。いいよ、ポンポン。いや、マジで、なんでの。そういうことですよ。はい、じゃ全然余裕そうじゃん。まだ1回も入ってないのが舘様、佐久間さん、そしてラウールさん、深澤さんとなっております。で、実は他にも意外と1人で行ったら怖がる人っているんじゃないかなと思いまして、今回はその4人でじゃんけんをして勝った人が1人で入るという。おー、はい、初じゃんけん、拳を掲げよう。はい、行こうでしょ。おー、舘様、もう入りました。最初はグー、じゃんけんぽい。俺ガチ入りたかったのに。ほとんどそのメインで化け屋敷に入ったことはない。おお、あれ、大丈夫。大丈夫、あれ、すごい強気だ。何言ってんすか、強気だよ、ヒカルが。俺だって数々の化け屋敷入ってた。確かに、ということで、ラウルさんが一人で入るということになりました。ちょっと楽しみだね。あ、楽しみだね。自分じゃないよ。いらっしゃい。行ってきてください。行ってきます。待って、頑張れ。本当怖いんだけど。じゃあ4人のお化けから、1人選んだお化けが出てきますので、1人選んでください。今2番の、7組のみっちゃんがおすすめお化け中となってますので、ぜひね、ご検討ください。まあでもここはね、おすすめでしょう。みっちゃんで、はい、ありがとうございます。皆さん、この理科準備室の中で映像を見て、やばい。ぜひみっちゃん、さまよってますので、頑張ってくださいね。やだ。みっちゃん、そう、みっちゃんと呼ばれた女の子がいまして。無理無理、やだやだ、ちょっと進んで、誰か、もう進めない、ダメだ。やばい、見えない、ほんと前が。もうあれ、やだ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 、うわぁ、うわ
やだやだ、ちょっとやばい、いやーなんかいる、もうダメだ、あーバク転みたい、バク転より怖い。怖すぎる、ちょっと本当に頼む、もう本当にリタイアしたいよ、ねえやめて、なんだマジやばいわこれ、ちょっと苦しい、絶対お化け屋敷 NG にしようマジで。こんな知らなかった、こんな怖いって、もう足がブルブルする、一人やばいわやっぱ、行きます、やだやだやだ、いる、やだやだやだ、ねえもうやだ、ねえもうこれはやっぱ無理だわ、ねえマジでマジで無理、マジでやばい、いや本当に無理、本当に無理、ここのエリアがやばい、もうすでに見えてんだけど釣られてんのよ、首が、だからみっちゃんがいっぱいいるの。ねえもうそのみっちゃんどうやって出てきたの、あれマジで怖いんだけど、いや俺ちょっとやっぱ無理かもな本当に、どうやってクリアすんのこれ、いや俺無理、これできなかった、破れちゃいました、やった、いや全然いけるもんじゃん、いやマジで大丈夫だった、じゃあもうなんかギャーみたいなのは取れてないってこと、逆にそうだね、だから素材がちょっと不足してるから、そこはもうコウジ君に頼みたいな、こうかな、楽しかった、それほんま、めっちゃ楽しかった、すみません、ラウールさん途中でリタイアしてます、リタイア、リタイア、なんでなんでなんで、リタイア、え、なんどういうこと、やばすぎる、マジで最初の映像見て完全に入り込んじゃった、この話聞いてるときのコウジ、いやで明らかに下がってんの、俺だからそのコウジ君にマジで頼むって、そうだね、これは今コウジ、おしゃべりすぎた、みっちゃん頼むよ、マジで頼むわ、ほんとごめん、だからマジで言えよ、あはっ、あやばい、ほんまにやばい、やばいかもしれん、待って、ほんまにやばい、
みっちゃんやばいよ。ウェーイ、やっせー。すごい見られ方してるね、トリトリ。どうでした？あんまり怖くないね。マジで？マジで？でもそのさっきラウよりもちょっと時間が短くゴールできたってこと？俺はでも最後まで。え？本当に？マジで？え？成仏させたってこと？できたってこと？みっちゃんを成仏させたけど行ってるとこは見てない。なるほど。でも無事にゴールはじゃあできたってこと？外には出ましたね。すごい。本当に？本当に？すごい。マジ？でもラウル行ってないからまあ行かなあかんし。え、マジ？俺、うん、あんな速いお化け見たことない。気になるな。気になるね。気になるね。シンプルにさ、ラウルの方がいけなかった。ビビリ。でも俺その決めたの、俺もうこれガチでジャニーズ事務所に NG だ。これマジで怪奇学校 NG だ。怪奇学校 NG。それまあ他は分かんないけど、怪奇学校はもう一生行かない。この後ちゃんと癒す場所用意してますから。うわ、マジでありがとう。大丈夫ですよ。そして皆さん、正面に見えますのが、はい、ちょうどね、まあ、ここからと今金になってしまうんですけど、ちょうどこれの反対側がですね、はい、お台場の砂浜になっておりましてですね、なんと岩本さんがここをちょっと思い出の地というふうに挙げていた、挙げていたんですけど。なるほど、はい、いや俺一人だけじゃないと思うんだよ、ここの家の地。はいはいはい、ちょうどでもこんぐらいの季節にさ、うん、ご飯とかちょっと買い込んで、はい、こんぐらいの時間まではい、あのアクロバットの練習をしてましたね。してた。砂浜で、砂浜でやりましたね。ここでだからね、ロンダートバク転とかさできたりとか、バク宙ここでできたり、バク宙とかいろんな技ここで挑戦して、あのモノレールに乗って帰るっていう、はい、しょっちゅうやってましたね、正直。ここでみんなアクロバットできていったと言っても過言ではない。なるほど、なるほど。お、お、なんか夜景めっちゃ綺麗だね。この夜景見ながらアクロバット練習する。この子ええな。最高じゃん。うわー、綺麗なんですよ。レインボーブリッジめっちゃ綺麗。いや、お前のが綺麗だ。めっちゃいい。撮影スポット。めちゃめちゃいいですよ。何それ。ここ、はい、久しぶりの下りだろ。おー、いいじゃん。そうなんです。めっちゃいいよ。まあ、先にちょっとどこに行くかっていうのだけちょっと皆さんに発表したいなと。はい。いや、もう結構楽しいんだよ。あ、結構楽しいんだとって、やっぱ癒しだったりとかちょっと休憩みたいなのって欲しいじゃないですか。欲しいね。まだ癒しないね。はい。お台場の癒し。そうです。次行く最後のスポットは大江戸温泉物語でございます。イエーイ、大好き。はい、がっつり癒しじゃん。いや、よく言ってたよね、はい、昔言ってましたよ。なんと皆さん、足湯に今回入れるということで。ありがとうございます。足湯コーナー大好きなのよ。いいの？いいです、いいですよね。ちなみにそれを俺が選びました。そうですよ、舘様が大江戸温泉。イエーイ、大江戸温泉。はい、やっぱりそのお台場の海で、はい、砂浜でアクロバット練習した後に、はい、よくみんなで大江戸温泉に行きましたね。体の疲れを取ってるっていうことがよくありましたので、はい、確かにね、ありましたね。だからまあ裸の付き合いをしようかなと。いいじゃないですか。選んばさせていただきました。いや、いいですよ、大江戸温泉は。昔なんかよくあのしょっちゅう来たよ。舞台期間中とかにも行ってたよね。しょっちゅう来てたよ、俺たち、うん、あ、てかさ、行かなかった。お、温泉行ったよな、うちらな。大江戸温泉行ったよ。メグも行ったよ。行ったのよ。いつ？ね、柿沢歌舞伎の千秋楽の後かな。プリ撮ったの。プリ、プリプラ撮ったの。俺そのプリ冷蔵庫に貼ってる。俺もあるもん。俺も前の財布に入れてるじゃん。俺捨てたわ、それ。なんでや。なんでや。みんなでハサミで切ったやん、プリプラ。お、見えてきましたよ。目の前に見えてきました。目の前に見えてきました。はい、ほんまや。大江戸温泉。はい、というわけで、まあ、舘様の思い出の地に来ましたけども、はい、ちょっともうここでね、立ちながら喋ってるのもあれですから、ちょっと早速ちょっと足湯の方にね、足を入れさせていただこうかなと思います。はい、お邪魔させていただきます。じゃあ入れねえもんな、足湯。皆さん、じゃあ、はい、お邪魔します。お邪魔します。お願いします。みんな託し上げてね、ちゃんとね。はい、お邪魔します。あ、このタオルどうすか。壺が痛い。服やつじゃない。あったか。うわ、やば。大丈夫、パンツ見えてない。見えてたら怖い。もうそっからパンツ見えてたよ。一個一生一。古いな。古いな。横一生一。一番若いやつが一番古いな。いやー、超気持ちいい。いいね。これマジ。めちゃめちゃいい。あ、最高。これいいね。いいね。一番最後にここ来れたら最高。いや、確かに。え、マジ癒しじゃん。当時来た時こんなライトアップされてなかった。いや、確かに。寒すぎないからさ、うん、ね、カップルで行ってこう2人で寄り添うぐらいでちょうどいい。ちょうどいいな。ちょうどいい。ちょっと体もこうやってリラックスして。そう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 、こうね、こうじせて、こうじせてね。わー、気持ちいい。うわ、でもなんか見て、足見て、足見て、すっごい岩本くんの方が女子なんでしょ。まあ俺男役やからね。
そうなんだ。すごい、よしだから。カラオケ受けたんじゃない、まあ、まあまあいいよ、やってみっか。経験やね。大丈夫。でも、いやここだけで終わるか。どうしたんですか。普通に湯船疲れてぇな。間違いない。いいわ、いいわ。すごいね。いや、いいわ、癒しだわ。いや、いいですね。ポカポカしてきたわ。はい、まあまあでも、ほんとここでポカポカしてきたあれさ、ここでフィニートですよ。阿部がなんかポカポカしてきたって。ポカポカ、うん、ポカポカしてこない。あざとい警察です、逮捕。あ、警察か、警察か、隣にいた警察が私服警察か。めちゃめちゃ上。どこで敬礼してんの。足に警察いたの。敬礼のプロがいた。でもこれ、あの敬礼でこれ間違えたね、メメにね、それ怒られるよ。そうだよ、教材をちょっと宣伝しといた方がいいんじゃない。めちゃめちゃ、そうやったら、現場でやったらマジで怒られるよ。マジっすか。あ、なんかもう2020年もあっという間にもう終わってしまうぞと、うん、2020年エンディングか、早かったな。なんかこう2020年を振り返って、なんかこれ良かったなとか、あとはもう来年、まあ、2021年ですね、 YouTube でなんかこれやってみたいなとかあったら、やっぱりまずさ、あれじゃない、年始めのデビュー、まあまあ今年デビューした年ですからね。はい、そこはもう当たり前ですよ、やっぱこうデビューさせていただいて、まあ、やっとこうね、いろんなお仕事をさせていただいて、SnowMan を知っていただくきっかけにももちろんなりましたし、はい、まあ良かったですよね。あと一回 YouTube がリモート、はい、はい、リモートね、リモートあったね、ありましたね、リモート YouTube の可能性みたいなものもまた広がったかなと思いますね。なんかありますか、コージ。じゃあ2020年振り返って、みっちゃんじゃない、やっぱそうなのかな。みっちゃんに侵略されてんな。俺今それしか頭にない。今みっちゃんしか頭にない。みっちゃんだね、はい、みっちゃんの年かな。みっちゃんだよ、もう俺がもし、あの例えばね、あのソロ曲出したらね、あのタイトルみっちゃん、おみっちゃん、本当にみっちゃんでいいですね。バラードだね、バラードだ、みっちゃん、みっちゃんにバラードなんだ。めめなんか来年こう YouTube とかなんか、なんか今年生配信とかも何回かさせてもらったじゃないですか。だからなんかまたね、なんか生配信したいなと思うし、確かにね、何かこう記念日とかでね、記念でなんか成し遂げられたら、あの生配信とかできたらいいなと思います。そうだね、あとはやっぱチャンネル登録100万はいってね、あー、行きたいですね、目標ね、目標がありますから、もうちょいだから、もうちょい、もうちょいだから頑張ろう。金の盾、金の盾欲しいね、金の盾欲しい、金の盾と一緒に写真撮りたい。プラスアルファで金の佐久間もらっていいですか。プラスアルファで受注生産限定版なんだけどね、なかなか追いついてなくてね、生産が追いついてねえんだね。すいません、本当岩本さんまたすっぱり、本当だよ、めっちゃ待ってるよ、めっちゃ待ってるよ、早く見たいよ。まあというわけで、まあ今日は一日ね、いろんなところを巡ってきましたけれども、今年2020年振り返って、そして来年含めまして、最後にしそう岩本さん、きちっと締めていただいて、この YouTube を、はい、終わりたいなと思いますけども。やばいな、開けてくる、頼むだよ。あ、もう、まあ、今年はね、やっぱ自分たちのアーティストチャンネルも開設していただいたりとか、はい、まあ、SnowMan にとってもね、 SnowMan のファンの皆さんにとってもたくさんの初をね、経験できた年だったじゃないですか。はい、そうです。まあ、でもやっぱりこうやってみんなでさ、こうやっていろんな思い出の場所を巡ったりとか、まあ、9人でまたバカやるじゃないけどさ、まあ、いろんなことまた経験させてもらいながら、やっぱ2021年は2020年以上に笑顔でみんなが過ごせる年になればいいなと思っております。素晴らしい。2021年のスノーマンもよろしくお願いします。お願いします。以上、スノーマンでした。See you next time. Bye bye.でも工事すごいよ、動物撮影してくれたんだから、はい、ありがとう。いや、あれマジで一人無理だよ、一人でお化け屋敷入るのって結構きついよね。よう、初代よ、初代が。いや、俺これマジ断言できんだけど、日本からあれ一人無理だよ、俺無理、テルニー無理だと思う。いや、ちょっとまだ入ってないかなと思う。あ、そう、なんか挑戦してないのに無理とかね。